日本の競争は主な勝倉は2012年の形成杯。場名の由来は、最高の取引。2011年8月14日、札幌競馬場、芝1800メートルの新馬戦で、エビダーマッサヨシを安状に迎えてデビューし2番人気に、支持され、先行抜け出して勝利した。次走の札幌2歳ステークスでは直線伸びきれず、 育成時代の仲間でもあったグランデッサの4着に、敗れるが、間隔明けて3層目の東京の100日層特別は、後一位層から直線抜け出して2勝目を飾った。3歳を迎えた2012年初戦として、形成杯に出走し、レースでは、中段からの競馬となり、最後の直線でマイネル・ロブストを差し切り、重賞発制覇を果たした。京成杯と同じ中山競馬場。 芝2000メートルの条件である、サツキを見据えた旅行演習と捉えられたが、自走予定のやよいは、直前の追い切りが納得いくものではなく回避し、サツキも体調整わず回避。東京優春を見据えたローテーションに組み替えられたものの、体調が戻ることなく回避して、春のクラシック戦線からは、完全に離脱することとなった。その後、 9月のセントライト記念で復帰し3番人気に迎えられたがフェノーメノの11着。クレノディセンバーステークスもベールドインパクトの11着に敗れた。コバとなった2013年以降も調子は戻らず、1月のニューイヤーステークスに出走予定だったが、左前し膝の裏に晴れが出たため回避。その後は高級となった1600万条件でも惨敗を繰り返し、 一生も挙げられないまま2014年9月27日付で競争場登録を抹消され、引退後は茨城県のセント乗バクラブで乗馬となる。以下の内容は netkeiba.com および Javis Search に基づく。ありがとうございます。